はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。こちらですね、運動会のイベントがキララファンタジアで始まりました。で、今開けみてるのは期間限定、運動会復刻おまけ付き10回召喚ですね。これは7ステップアップガチャで、交換メダルがもらえて、交換メダルか。7回すると、運動会復刻星5キャラクター、確定召喚チケットがもらえるんですが、もう正直、ステップ7までいかないんで、まあ、あまりうまみはないところですね。ガチャ沼に落ちないように気をつけましょう。というわけで、今回はですね、鮮度ってわけで、この、女神の聖杯期間限定ピックアップ召喚の白組を始めましょう。シャミ子もありますし、サチハラグランプリのキリンもあります。まあ、立ち位置リアリティ 2% だし、ないし、星5一緒だし、一緒なんですよね。こっちの方が正直、赤組の方が魅力があるよね。300個食べ合えるとは限らないし、金色モザイク、玉木、金色モザイク、カレン、ステラー魔法、玉木。こっちの方が魅力ありますよね。カレン欲しい。玉木もいい。マリアンヌボイスがいい。スロースタートもあるけどね。ん？ナオボーボイスのキララカラキャラって、まあ、ボイスがアスタロイド出てるから、そこで出番はあるけど、まだキャラ化されてない。っていうことで、結構やっぱり、こっちの方が鮮度が高い。シャーミーコは、星4は持ってたかな？キリンはそんなに興味ないんですよね。サチハラ自体がまあ結構昔なんで、ていうかアニメ化されてたっけ、されてたよな。早く始めろという声が聞こえてきます。白組いきます。限定初回10巻召喚です。赤組もチケット召喚でいこう。開きますよ。うん、 2% ですからね。10回召喚やってる5回に1回しか星5って出ないですから。ダメ、星3だ。ただ星4は1回確定なんですよね、この10回ガチャは。大概は星4が1個しか出ないんですが。さあ、星4以上来た。お、花山田の花来た。まあ持ってるんですけどね。二段構え。カレンの星さん。お、また星4以上来た。今度はルンダ、エイちゃん。これを持ってたはず。いい。次回も頑張ります。まあ。いつでも来てくださいね。2つ目を取ったっていうのはいいんですが、おはようございます。今日も頑
そんなに鮮度はなかったですね。やっぱり星号の限定キャラ取れなかった。じゃあ赤組のチケット召喚で一回だけやってみますか。次回溜まった時に、一回召喚やります。ダメですね。野田ことね。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。朝は鍵の手入れをして、あとは以上です。大運動会女神の聖杯期間限定ピックアップ召喚。白組の中間召喚を中心にやってみました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。